はい、こちらがアシスタントの田中雄大くんが持ってるアシスタント車両になります。雄大くんのゼッケンもついてたりとか、実はこのマシン僕が2010年の時にスタンダードベースで取ったチャンピオンエンジンではあります。それに雄大くんに乗ってもらってます。このようにスペアいっぱいつけて走ってもらってます。田中雄大くんが大会中に実際に持ち歩いてもらってるもの、こちらは雄大くんが実際に試合中にまあこのようにウエストバックして一日中多分つけっぱなしでアシスタントしてくれてます。これをまあちょっと紹介しちゃいますかねっていうことで、これちょっとおじおさんのアシスタントがつけてるリュックなんですけど、一つ一つまずいくとですね、実はこちらのファスナーを開けるでしょ、このような上の袋が出てくるんですね。で下のファスナーを開けるとこちらにも袋が出てきます。さてこれは何でしょうって質問なんですけど、実はですね、僕が試合中にもちろんね喉が渇くこともあって水分補給するんだけど、このようなボトルをここにポリ入るように設計されてて、ものすごくこれ便利なんですね。落ちないようにまあそれもくれるんですけど、これ実際こう入ってます。こちら側にはですね、これ外してもらうとエアゲージ、空気入れで、さて中身こちらを開けて、この中にはこれはですねちょっとしたまあタイラップだったり、ニッパーだったりっていうのが入ってる中に、実はこのパンクの修理剤っていうのが入ってます。まあちょっと見せますかね、これもね、せっかくなんで。このようにですね、こちらが、まあ、タイラップとかね、こういうのとか、ニッパーとか、ヒルニッパーとか入ってる状況ですね。で、こちらが、パンク修理剤、これ見たことある人もあると思うけど、このようにね、よくミミズとか言う人もいますけど、ぐちゅっとこう穴が刺したときにね、リアタイヤとかパンクしたときは刺して、修理をするっていう、こちらが入ってます。あとはウォーターポンプライヤー、こちらが実際ね走る時に僕が使うキルスイッチのマグネットスイッチのスペア、これよくねたまに失敗して飛んでてなくすことがあるのでこれも入ってます。あとは砥石といってね、フロントフォークをちょっと傷つけた時にこう削るやつも入ってます。でこちらがウエスですね、ちょっとまあ整備とかする時に必要なウエストがここの中に入っています。こちらが実際にアシスタントに雄大くんが持ってるやつで、あともう一つが一番最後のファスナーのところに簡易的な工具が入ってます。これね僕意外とコンパクトにうちはしてて最小限にしてます。ザーッと見せます。はい、これが以上なんですけど、このようになるべくアシスタントの荷物を軽くしてあげたいので最小限ですね、大会中にすぐパッといるものだけを厳選して入れているのがこちらになります。次です、アシスタントのバイクですね、バイクに実際につけて持ち歩いてもらうパーツとか工具とかなんですけど、アシスタントがまあ常にリュックとかに背負って持ち歩くまでの必要はないかなっていうのをこの箱入れ物に入れてバイクに取り付けています。まずこちらの赤水が順番にいきますね。これまあいろいろ袋が入ってるんですけど、これはレバー類ですね、クラッチレバー、ブレーキレバー、意外と本数も入ってます。こちらがアクセルのホルダーのキャップとかですね、この辺りが入ってます。次にこちらはグリスですね、まあ、何かオーバーハウスとかちょっと必要な時にグリスを入れてます。次にこれはもうアクセルホルダーです、もうセットでグリップから全部ホルダーとしてセットで持ってます。まあクラッシュとかした時に付け替えれるように、まあなるべくクラッシュはしたくないですけど、こちらがステップですね、ステップとステップブラケットがセットになってます。まあウェルド1のチタンなので軽いですよね。でこちらは
あ、ちょっとしたこれちょっと工具ですね。ラチェット式の、工具が入ってて、13とか12のボックスが入ってたり、ちょっとエンジンのマウントのところとか、うん、何か時に応急的な時に使う工具です。で最後こちらが、チェンジペダルとブレーキペダルが入ってます。反対側いきます。こちらはあとちょっと、ね、入れ物のケツも入っている状況で一旦出します。はい、まずこちらなんかこんなちょっとカンカンに入ってますけど、この中に実はまあこれ潰れたくないための形を守るためにカンカンに入れただけなんですけど、ガムテープ、でその中に、マスキングテープじゃないですね、こうビニールテープと針金、こちらが入ってます。でここは、まあ、これはウエスですね。ウエスでも上に入ってて、こちらになんとダープですね、はい、こちらはあ、リアフェンダーの止めるステイがあるんですけど、このステイのスペアですね。こちらはネジ類です。まあちょっとネジがなくなったりとか、ステイがちょっと曲がってしまったりとかっていう時に変えるネジとかワッシャーとかがナットとかが入ってます。でこちらも同じくよく似た感じですけど、レバーの、下のカバーだったりボルトだったり、チェーンの、まあ、僕ハンコマチェーンとか作ってるんですけど、ライドのそちらのチェーンのちょっとハンコマ系とかのスペアもこちらに入ってます。で最後こちらに入ってるのが工具になります。これもまあジャタンっていきますかね。はい、実際大会中にまあちょっと必要だろうと、まあピットに帰れればねもっといろんな工具があるんですけど、応急的にいるのには外すのにはこれは最低限いるだろうっていうのを厳選して入れてるのがこちらになります。まあスペア六角のねセットだったりとか、いろいろプライヤーだったりマイナスドライバーだったり、フロントタイヤを外す工具だったりとか、この辺が、まあ、タイヤレバーとかもありますけど、まあ、これはホイール見えたらですね、雨の日のレースもあるわけですね。なのでびしょびしょになって工具とか使ってるものが濡れたものをもう一回つけたくないっていうのと、まあ何かしらでやっぱ錆びたりもするので、まあ、それをなるべく予防したいということで、なるべく一つ一つに袋に入れて持ち歩くようにしています。このハンドル、スペアのハンドル、まあ、これはもうグリップからアクセルホルダーから全部セットにしてあって、まあ、実はこんなところにスタートとかワンラップ目の、これいつの試合か分かんないですけどね、最終的なゴールで SS が何時からスタートですっていうタイムチェックのやつが書いてあったりします。でもう一つがこちらのものになります。こちらもちょっとザーッと何が入ってるかって書いてあるんですけど、ちょっとざっくり見せますかね。こんな感じでハンマーだったりキックアームだったりニッパーだったり、ブーツのバックルですね、バックルスペアですね。でこちらはグリスとかですね、 CRC とかボルトのスペア、グリップ、でこちらが分かりませんホースとか、オーリングとかウエストとかっていう感じでダーッといっぱい、これもアシスタントのバイクにつけて走ります。以上がですね、アシスタントの雄大くんに持っていただいている工具だったりスペアパーツだったりということになります。でマシンについている状態がこれなので、まあ通常マシン、まあ、軽くできてますけど、それにもやっぱり工具とかいろいろついてる状況なので、まあ雄大くんもちょっと走りづらい状況ではありますけど、頑張って移動して僕のサポートを一生懸命頑張ってくれます。ものすごく重要なバイク、重要なパーツになります。